今日の試合会場アンフィールドの上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、リバプールがフラムと戦います。この試合も面白そうですね。どんな展開になるか期待しています。期待を裏切らない選手といえばやはりこの人でしょう。今日も注目を浴びています。やはり得点ですね。今シーズンはここまでゴールを量産しています。今の調子が続く限りディフェンダーも止められそうにありません。この試合も大いに期待しています。こちらがリバプールの先発メンバーです。ゴールキーパーはアリソン・ベッカー、ファンダイクとマティプがセンターバックに、チアゴ・アルカンタラとヘンダーソンが中盤の真ん中、前にフォワードを1人置いて攻撃を組み立てるようです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が熱くなります。リバプールのエンブレム中央にある鳥ですが、ライバーバードと言います。リバプールの名前の由来になったという説もあります。はい、伝説の鳥だそうですね。試合開始です。アンフィールドに響く歓声がひときわ高くなりました。スローインからゲームは再開です。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ダルウィン・ヌニエス。ボールは相手に渡りました。ゴールの予感のある形になってきました、リバプール。さあ、このボールは止めただけ。クリアできるか。おっと、キーパーがかろうじて止めた。難しいヘディングシュートだったんですが、ナイスセーブでしたね。これはキーパーのファインプレーです。カットしました。マークを振り切った。いけるか、勝ち越しのチャンス。決まった。早い時間に先制弾を叩き込みました。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ボールを前に運んでいます。シュートです。おっと、これはキーパーのナイスセーブ。さあ、ボールを蹴った。コーナーはディフェンダーを越えません。シュートは入るか。ゴールキーパーが楽にセーブしました。シーズンも進みましたが、優勝争いが大変激しいですね。たくさんのチームにタイトルの可能性があります。見ている分にはこの方が面白いですよね。モハメド・サラー、ディフェンスの前に出た。弱いシュートがキーパーの元へ行きました。さて、スタンフォードブリッジで行われている試合に動きがあったようです。はい。おっと、フリーです。
ここで防げたのは大きいでしょう。危ない場面でした。ありがとうございます。他会場の経過報告でした。繰り返しますと、エバートンがゴールを決めました。これによりスコアは1対0とリードすることに成功しています。アンドレアス・ペレイラ、味方を使うでしょうか。なかなかいい攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。これは見事なインターセプト。高い位置でカットします。ボールには行っているか。どうだ。さあかましたぞ。これはキーパーがいいセーブを見せました。リバプールのコーナーです。ここは追加点を挙げるチャンス。おっと、ダイビングセーブで反応。キーパーがゴールを守っています。コーナーからエリア内へ。このボールはクリアされました。このシュートはキーパーに防がれました。チャンスをものにできませんでしたね。あの距離のシュートを決められないと苦しくなります。このシュートはブロックされました。ヴィニシウス、いいタックルです。ボールがこぼれている。リバプ、さあどう来るのか。審判はリバプールのフリーキックを指示します。レフェリーから注意を受けていますが、ひとまずカードはもらわずに済みそうです。これはファインセーブ。ボールを入れた。これはクリアが小さいか。まだ危険は去っていません。ちょっと力を込めすぎたのか、シュートがそれてしまいました。攻守が入れ替わります。前半終了まであとわずか。このままならホームチームがリードしたままハーフタイム突入ということになりそうです。はい、ここまではプラン通りでしょう。こうなると後半もリバプールのペースで進みそうですね。これはあるか。あっと、これはミスか。クリアしきれません。これはナイスインターセプトです。いいスペースにロブを出しました。スルーパスを出した。キーパーが止める。見事なセーブですね。ボールをよく見ていました。このコーナーは誰に蹴るか。ファール。これはリバプールですね。EA スポーツがお送りするカラバオカップベスト16。リバプールが次に対戦するのはウエストハムユナイテッドです。このカラバオカップ、今から何かすごいことが起きそうですね。ここでホイッスル。アンフィール。大歓声。再びキックオフです。前半はリバプールが1点リードしました。どんな後半になるんでしょうか。リバプールボールをうまく動かしてチャンスを狙います。これはいいロブです。チャンスになりそうだ。あと一歩攻め手をかきました。ここはディフェンダーが読んでいました。リバプールのフリーキックでゲームが再開されます。主審が選手に注意を与えます。カードは出さないようですね。
ゴールを直接狙ったもののキーパーがしっかり反応しています。パスは完全に読んでいた。ヴィニシウス、スペースがある、裏へ通った。このゴールでリバプールのリードは2点に広がりました。この失点にディフェンス陣はショックを隠しきれません。誰かがマークについておくべきでした。ちょっとルーズでしたね。アンドレアス・ペレイラ、ナサニエル・チャロバー、ここでヴィニシウス。フラムの次の試合ですがいかがでしょうか。はい、次はサウサンプトンです。プレミアリーグでの対戦ですね。お、シュートチャンス、ブロックで守った。ボールを入れた。ここはディフェンスがクリア。カウンターのチャンスです。まだカウンターのチャンスは終わっていません。ロブパスの先に選手が走り込む。いい形になりそうです。あと一歩というシーンでしたが防がれてしまいましたね。周りをよく見ています。チャンスにつながりそうなプレーでしたがオフサイドの判定です。抜け出すタイミングが早すぎましたね。もう少し我慢して飛び出せばぴったりあったはずです。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。ここで取り返す。さらに向かう。このボールはクリア。ファールをここで取ります。流しかけましたがプレーはここで止まります。カードは出ません。注意にとどめます。助かりましたね。場合によっては今のがカードになることもありますからね。データで見てもこの選手の素晴らしさが分かりますね。幾度の決定機を作り何度もゴールを脅かしています。あのゴールで頑張りが報われました。ドリブルでボールを前、狙ってきた。キーパー反応した。ボールを弾く。負けている状況ですからなかなかシュートが決まらず、監督の顔にも焦りの色が見えます。中途半端なクリアです。攻撃を断ち切れていません。ボールが前に運ばれてきました。さあどうする。仕掛けられません。ボールは相手に渡りました。素晴らしいスルーパス。面白い状況でしたがここまで。カウンターのチャンス。ここは決めたい。カウンターから仕留められるか。ここで決められるか。
組織がしっかり機能していますよね。しっかりボールをつないで決定機を作り確実に決める。まだあと何点か取りそうな雰囲気があります。さあこの攻撃も貪欲に相手のゴールを狙っていきます。高いパスで裏を狙います。チャンスになるか。鮮やかなタックル。この試合も残すところはあとわずか。スコアは2対0。このままいった場合次のゲームにどう影響するのか。リバプールの次の対戦相手はウェストハムユナイテッドですね。この試合はよく戦って勝利が見えてきています。満足できる内容と言えるでしょう。次のゲーム、さあどうする。中の選手にクロスを入れた。ピンチを抜け出せるか。ディフェンスの見事なブロック。ボックス内の相手をタックルで阻止しました。敵陣へボールを運ぶ。 PK か。あっと PK が与えられました。試合終盤に巡ってきたチャンス。これを決めれば同点に追いつく希望が生まれます。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。ああ、選手を変えるようですね。残り時間わずか。ここで1点返せるか。キーパーが止めた。ボールを入れた。コーナーキックからのボールはキーパーがキャッチ。よく集中しています。いいところでインターセプトしました。試合終了まであと1分です。トレント・アレクサンダー・アーノルド、前を見たい。おっとシュートチャンスを相手に潰されました。レノが止めました。見事なダイビングセーブです。さあボールを蹴った。ディフェンダーに当たりそのままゴー。このアングルから見ると分かりやすいですね。ボールのコースが変わっています。これではキーパーもなすすべがないでしょう。終了のホイッスル。このリーグ戦はアウェーチームの敗北という結果に終わりました。負けるにしても意外なほどやられてしまいましたね。今日の惨敗で多くの問題が明らかになったので、今後どう修正していくかに取り組んでいかねばなりません。チームの立て直しを期待しています。やや期待外れのパフォーマンスでした。